さあ、続きましてフィギュアスケーターを応援する十挙フィギュアのコーナーです。激戦が予想される全日本フィギュアスケート選手権大会、十挙フィギュアで大胆予想してみました。いよいよ今週末に迫りました全日本フィギュアスケート選手権大会、オリンピック出場をかけた熱き戦いが始まります。そこで全日本の見どころをこの方にお伺いします。こんにちは、小野芳恵です。2002年ソルトレイクシティオリンピック出場、全日本選手権は7回出場とフィギュア界のトップシーンで活躍してきた小野芳恵さん。その小野さんに全日本を大胆予想していただきました。まずは順位から。それではこのフリップをカメラに見せてください。こうなります。分かんないですけど、1位が小田選手、まあ、はい、ここはやはり硬いですか。そうですね、まあ、やはりミスがないっていうことで小田選手って書いたんですけれども、で高橋選手がフリーまでこういい感じで来るとここがひっくり返るかもしれないです。シーズン1年休んでやっぱりその復帰するっていうのはとても難しいことなんですね、うん、彼の体力と本当に足の調子次第でこの順番が変わると思うんですね。早速順位をお願いします。難しいですね、本当にここはね、すごい難しいんですよね。こちら1位が浅田選手、2位が安藤選手、3位が鈴木選手。書くのを今すごい悩んだっていうのは、浅田選手2番にして安藤選手を1番にするか、ここが悩みましたか。ここが悩んだんですけれども、その浅田選手がもしねトリプルアクセル2回飛んでしまったら、それは多分優勝だと思うんですよね。安藤選手はまあおそらく無難に収めてくるだろうと。はい。優勝争い以上に難しいのが3位予想。恩田さんは鈴木選手と書きましたが、その理由は3位の鈴木選手はやっぱりこう今回ファイナルに出場して台にも乗ったわけですから、多分自信がついて多分試合に出てくるということで鈴木選手と書かさせていただきました。全日本で表彰台に上がるにはやはり鍵となるのは何ですか。で鈴木選手のこう鍵となるのはやっぱりショートフリーともノーミスでやることだと思うんですね。オリンピック出場をかけた全日本選手権、注目です。いや特に女子は予測が難しいですよね。そうなんですよ。これはでオリンピックの出場権、安藤美姫選手は内定していますので、うん、残りあと2枠ということで、はい、そうですね。まあ、本田さんによりますと、うん、浅田真央選手は調整してくるだろうということで、あと残り1枠を鈴木明子選手なのか、はい、うん、中野ゆかり選手なのかと。ただ考えてみたら全員愛知県出身という、そういうことになりますよね。応援する方はまあちょっと苦しいですけれども、嬉しいような、そうですよね、まあ、誰が来ても愛知県の選手になるといいんですけれども ね皆さん頑張ってください。